クリスマスと言いますとね、皆さんやっぱりディナーショーですとかコンサートね、非常に忙しいと思うんですけどね、そこで今日はですね、テレビをご覧の皆様にですね、ゲストの皆さんから、クリスマスのメッセージをですね、お届けしてもらいたいんですがね、先ほどのクリスマスカードに書いていただきましたんでね、まずじゃあ中山美穂さんからお願いしましょうか。はい、あんま大したこと書いてないんですけど、ファンの皆様へメリークリスマス、そして良いお正月をね、もう来年のことまでもう兼ねちゃったということだもんね。